皆さんこんにちは、レクセニコシの厚田です。それでは2024年1月実施の FP 本試験2級の、配点予想及び公表を始めていきたいと思います。まず試験を受けられた皆様お疲れ様でした。で今回学科2級ということで、3科目のですね、配点予想と公表を予定しておりますが、まず午前中に行われた学科試験、これは必ず共通のものになるので、受けられた方は同じものになるので、これと、あとはですね、実施団体でいうと、日本 FP 協会がですね、資産設計提案業務しかないんですが、こちらの配点予想と、金融財政事情研究会からは複数科目ありますが、その中の個人資産相談業務の配点予想をしていくという形で、で余った時間を使わせてもらって、簡単な公表というふうな形でやらせていただこうかなと思います。はい、ではまず学科試験から見たいと思いますが、ただ残念ながら学科試験は60問すべて4試択1で、点数についてもすべて1問1点という公表がなされております。なので、傾斜配点ではなく、この問題難しいから 1.5 点2点とかで、この問題はみんなできたから 0.5 点とかというのではなく、全部が平等に1点ということなので、ちょっと答えだけ申し上げて、ちょっと一旦ここは終わらせていただこうかなというふうに思います。では回答ない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと、科目ごとにちょっと5問刻みで問題の 1,2,3,4 四択一なので答えを申し上げていきますので、再度確認いただければと思います。では、ライフの1から5まで、問1が2、問2が3、問3が2、問4が3、問5が4、次問6から問10の、またこちらも、ライフですが、問6が3、問7が4、問8が1、問9が3、問10が1ですね。次、リスクの問11から問15ですが、問11が4、問12が4、問13が2、問14が3、問15が2。次、後半の16から20ですが、問16が1、問17が1、問18が2、問19が1、問20が3。次、3科目目の金融の21から25を申し上げます。問21が3、問22が4、23が1、24が4、25が2ですね。で、後半の26から30ですが、問26が4、問27が3、問28が1、問29が4、問30が2。次、今度は4科目目のタックスです。31から35から申し上げます。問31が3、問32が1、問33が2、問34が2、問35が3、後半の36から40です。問36が3、37が1、38が1、39が4、40が4。で、続きがですね、不動産の5科目目の41から45ですが、不動産の41が2、42が4、43が2、44が3、45が3、46から50ですが、46が3、47が1、48が1、49が2、50が4。最後の6科目目、相続ですが、51から55からです。問い51が4、問い52が2、問い53が1、問い54が3、問い55が3。で、56から60ですが、問い56から4、問い57が1、問い58が2、59が2、問い60が1ということで、こちらは1問1点となりますので、点数でいうと36点以上で、問題数でいくと36問以上で合格ということなので、こちらについては配点予想などはありませんので、一旦これで終わりで、後でまた戻って簡単な公表をさせていただこうと思います。ではいよいよ、こちらの2級ではこれが本題になりますので、では最初すいませんが FP 協会の実技から、配点予想をさせていただこうと思います。でもちろんこれはあくまでも予想で、配点は一切公表されないので、
違う可能性もあるとは思います。ただ、レックもずっと20年近くこの業界とかやっているわけで、これに関しては自信持ってますので、多少ずれがあってもですね、そんな大きくはないので、ずれは数点、1点、2点とかそのレベルだと思いますので、ちょっと合格ラインギリギリの方はですね、どちらでもの構えで、例えば59点でも合格の可能性がある、62点でも、場合によってはという可能性もあるということを想定しながらですね、いていただけたらと思います。では、答えはもう申し上げませんので、配点だけ申し上げていきます。では第1問から申し上げます。まず問1が各1点の計4点、各1点の計4点、問2が2点、で合計で、第1問は6点、小計が6点となります。次第2問、こちらから科目ごとに金融から始まります。第2問、問3が各1点の計4点、各1点の計4点、問4、同じく各1点の計4点、問5、2点、問6、各1点の計3点、各1点の計3点、ということでこれ合計すると13点の配点となります。第2問は13点です。次第3問に移ります。第3問、問7から問10までですが、問7が2点、問8が2点、問9が2点、問10が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、7、8、9が2点ずつで、10は1点ずつの4点ということで合計、10点満点、第3問は10点満点となります。次第4問に移ります。こちらも11から14の4問ですが、まず問11が、各1点の計算点、各1点の計算点、問12が2点、問12が2点、で問13が各1点の計4点、各1点の計4点、問14が2点、14が2点となるので、各1点はそのまま、であとは他の問題は2点ずつということで、合計すると計11点、11点の配点となります。次第5問に行きまして、15から17までの問題ですが、問15が2点、問16が2点、問17が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、合計すると8点満点となります。次第6問、こちら18から21、4問あります。まず18からですが、問18が各1点の計3点、各1点の計3点、問19、2点、問20、2点、問21、2点ということで、18だけ各1点の、合計3点、残り2点ずつの配点ということで、合計すると9点の配点、9点となります。次第7問、ここからですね、協会の実技試験独特のところで、キャッシュフローの問題ですが、22、23、24ありますが、すべて2点ずつです。問22、2点、問23、2点、問24、2点、2点ずつの計6点です。で第8問が、これが係数早見表を使った問題ですが、こちらも問題25から27、3問ありますが、25が2点、26が2点、27が2点、全部2点ずつの計6点という形となります。では第9問に移りまして、第9問なんですが、こちらが28から34まで7問あります。でこれが小問の中では最も得点が、大きいところです。28から申し上げます。問28が各1点の計4点、各1点の計4点、29が2点、30が2点、31が2点、32が2点、で33が各1点の計3点、34も同じく各1点の計3点ということで、ちょっと問題数多いんで、かいつまで言うと、28、33、34が全部1点ずつ。で、あと29、30、31、32が2点ずつということで、これで合計すると、第9問は18点満点、一番配点の高い18点満点となります。で最後の問題が第10問ということで、35から終わりの40までです。で35がですね、これは、バランスシートの純資産を求める問題ですが、ここだけが、単独の問題としては一番大きい3点、問35が3点、これ3点です。
で36からですが、36、2点、37、2点、38、2点、39、2点、42点ということで、36から40はすべて2点ずつということ で合計すると13点ということで、合計すると100点ぴったりになりますので、どうしても FP 協会の問題というのは問題数がですね、40問ではありますが、回答箇所が60から70ぐらい、まあ、ちょっと回によって変わるので何とも言えませんが、60から70ぐらいあるので、どうしても点数調整のところが出てくるので、まあ、それがいつも、バランスシートの純資産で、まあ、そこが2点か3点かで、今回3点に入れ込むとぴったりな形になりますので、おそらくこれになるであろうということで、まあ、によっては変わるかもしれませんが、そんな大きく変わることはありませんので、まあ、こちらの採点してもらって60点以上で合格となって、まあ、おそらくこれで65点以上ある方は間違いなく合格だと思いますので、まあ、そのような形でですね、理解していただけたらと思います。ではちょっと公表は後回しにしたいと思うので、また配点としては今度は金財のですね、個人資産の配点を予想したいと思いますので、こちらですね、ご準備ください。で、金財の場合はですね、50点満点ということで、あとは大問が5問分あるので、リスク以外の5問ということになっています。で、決まっていることは必ず1つの大問ごとに10点満点が決まっているの で問題数は問1から問3ということで3つあるので、まあ、どんなふうになるかということですが、今は基本的に1つの選択肢1点ということが多いので、まあ、それを踏襲していますということで、まあ、1つだけ悩ましいところがあって、それ以外はもう綺麗になっています。では第1問からいきます。問1から問3までですが、問1が各1点の計4点、各1点の計4点、問2が各1点の計3点、問3が各1点の計3点ということ、つまり第1問は全部各1点、それが10箇所で10点満点ということになります。次、第2問の金融です。問4から問6ですが、問4が各1点の計3点、問5が各1点の計3点、で問6、ここ注意なんですが、各2点の計4点、各2点の計4点というふうになります。で、合計すると10点という配点となります。次、第3問。ちょっとここがですね、微妙なので、1点ぐらいずれてしまうかなというところなんですが、問7が各1点の計3点、各1点の計3点。で、問8がですね、これ実は3点の配点にさせていただきたいんですが、丸1のところで1点、丸2で2点。もう一度、問8は、丸1が1点、点の丸2が2点で、これは可能性としては逆になる可能性もあると思います。丸1が2点の、丸2が1点の可能性あると思いますが、ちょっとこれは、こちらでは何とも言えないので、今回レックとしてはこの予想をさせていただきたいと思っています。で、問9がですね、各1点の計4点、各1点の計4点ということで、まあ、7と8は全部1点ずつでいいんですが、8だけですね、丸1と丸2が、まあ、丸1側が1点、丸2が2点となっています。そこだけご容赦ください。続いて第4問の不動産に移りまして、問10から問12まであります。で、問10が各2点の計4点。ここも、金融と同じく各2点というふうになってますので、各2点の計4点。で、問11が各1点の計3点。問12が各1点の計3点ということで、確か容積率、憲兵率の計算が2点ずつで、残りは各1点ということで、これも合計すると10点です。次、最後の相続なんですが、これはシンプルで、問13、各1点の計3点。問14、各1点の計3点、問15、各1点の計4点ということで、これで合計10点ということで、各大問ごとに10点ずつの配点になっていて、なってますので、まあ、各1点のところはもうこれはもう間違いがないと思うので、このままでいいと思いますが、2点ずつとか、あとはタックスのように、片方は1点、片方2点、これ逆転の可能性もあると。まあ、おそらく2点ずつのところは3点、1点はないと思うので、2点ずつでいいと思うので、まあ、これで30点以上で合格ということなので、まあ、場合によっては1点、2点のずれはもしかしたらあるかもしれません。まあ、1点の可能性は十分あると思うんですが、まあ、とはいえ、33点以上とか取っていれば間違いなく合格になりますので、まあ、そのように、ちょっと、頭に入れていただければというふうに思います。はい、では、これで一旦配点予想終わりなので、残った時間で、まあ、各科目10分ぐらい使ってですね、簡単な公表とさせていただこうと思います。で、まず学科試験からですが、まあ、学科試験ざーっと問題は見ましたけども、
まあ、問題1のようなこの、行債問題はこれ非常に、まあ、どこでも出ているので、まあ、これはぜひとも全員ですね、得点いただきたいと思います。でその時には個別具体的は基本アウト、あとは一般的抽象的なものであればセーフということなので、そこら辺のところですね、こちら、まあ、やっていただいて、まあ、ぜひとも正解を取ってくださいと。で問題についてはこれですね、係数早見表の問題で、これはですね、FP 協会で受けた方だと必ず FP 協会の実技試験では6つの係数を使った問題が必ず3問で、そこで6点分の配点が来るので、まあ、ここのところはそこの対策していればそれほど難しくないのかなというところなので、こちらは確実に正解を取っていただきたいところとなります。ではですね、あとは、まあ、問題3が協会憲法に関しての話、4番が年金、在職労働年金、5番も公的年金の、障害と遺族、問6が確定拠出年金、あと7番が、公的年金ということで、まあ、年金問題がいくつか続いて、8が、まあ、こちらですね、フラットへの、まあ、借り換えということで、まあ、今後もしかしたら変動金利が上がるかもしれないから、今のうちフラットへということで、まあ、フラットの話が出ているということでですね、まあ、ここのところについてはですね、読んでいただければ難しくはないと思うんで、年金のところって細かいところも覚えておかなければいけないところあったりしますが、まあ問い、まあ、問題8であればここは正解取らなければいけないのかなという気はします。で、問題9、通常であればこの問題ってだいたい10問になるところですが、今回クレジットカードも出ていたので問題9がですね、貸借対照表の読み方になってます。なのでここのところでは流動比率とか固定比率の計算式が頭に入っていれば、まあおそらくですね答えられてくると思うので、まあここのところはですね、1番2番4番自己資本比率、流動比率、固定比率、まあここら辺のところで整合判断しておけば、おそらくこれだけで答えは導き出すことできると思うので、まあ最低限このですね、今の比率のところの計算式は頭に入れていただけたらと思います。あと今回、回転率は売上使うしかないので、まあ、問題文のところに、年間で 7.5 億とあるので、まあ、これ使うしかないということで、まあ、BS だけのところで解ける方が、まあ、まずはいいんじゃないかなというふうには思います。あとクレジットカードについても、まあ、こちらですね、まあ、あるので、まあ、ここら辺のところも、まあ、これは試験どうのこうのよりも、まあ、生きていく上で必要な情報だと思うので、ぜひこちらのところも、カバーしてもらえればと思うんで、まあ、年金を除けばですね、なんとか5点は取れるんじゃないかな。苦手な方でも5点は取れるんじゃないかなと思うんで、ライフってどうしても範囲が広いんですけども、そのような形でうまく逃げてもらえればと思います。次、問題11から問題20のリスクなんですけれども、まあ、リスクですが、やはりですね、若干細かくなるということで、ただ問題12の一般的な商品性というのは、まあ、これはよく聞かれる形ですし、まあ、13の、総合福祉団体提供保険とか B グループ保険もこれもよく出てくるところなんで、まあ、これ過去の問題をしっかりやっていただいている方であれば、スムーズに解けるんじゃないかなというところですし、あとは、問題15のような経理処理の問題、あと16は自動車保険の問題で、17が障害保険ということで、今回も火災保険、地震保険は出ませんでしたが、まあ、通常は損害保険であれば今の申し上げた火災と地震、あと自動車と障害、海外旅行を含めた障害というふうな形だと思うので、まあ、これは典型的な問題が出ているんじゃないかなという気はします。またですね、問題19だと、第3分野の一般的な商品性ということなので、まあ、ここら辺のところもですね、日頃からしっかり見ていただいている方であれば、答えられるかなというふうに思いますので、まあ、今回ですね、所得保証券は基本的にこれ加入した方であれば分かるんですけども、所得保証券が入るときには告知をさせられるんですよ。今病気ですか、怪我でしてますかとか、でこれは基本的に倒産で出るものじゃなくて、ご自身が、加入した方がですね、病気がで、働けなくなって、例えば売上が減少する、それを担保するものが所得保証券ですから、
勤務中の会社が倒産しても別にこれ出るものではないので、まあこういう時には申し込みの時に告知が必要、告知が必要ということは体のところで何かあったら払われるんだなって考えてもらえれば、まあこれ一番適切なものです、一番選べるんじゃないかなというふうに思います。はい、では21からの金融に入っていきたいと思いますが、21番あたりはまあ一般的な金融機関の商品制だから、まあこれはぜひ、まあこういうところの問題よく出てますから正解取っていただきたいですし、まあ2級を受験されている方であればもう問題23は確実に、債券の利回りのところは確実に正解取らなければいけないと思うので、まあこれちょっと結局は計算しないといけないんですけども、まあ組み合わせになってますから、例えばあのところでもし仮にちょっと自分今計算してないので答えはいい加減なこと言いますが、0.58 であればもう3番、4番のいずれかになってくると思うので、まあこういう問題はどちらか解きやすい方から、まあ、解いても、ただこの場合だと、青解かないと E は解けないと思うんで、青解いてから答えを半分にして、あとは E を答えるというふうになると思うんで、そういうふうにやっていただければ、答えを4択で選ぶよりは優しいかなという気はします。で最近はですね、24の、東京証券取引所の市場区分が確か3回連続ずっと出てたの、これ4回連続になるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こういうところもですね、まだまだ、試験員の関心は高いようなので、まあ、ここも今後もですね確認いただけたらと思います。で25のですね投資指標のところは、これは2級ではもう必ず暗記のところなので、まあ、ROE、PER、BBR、あと配当利回りとあります。これは絶対、ぜひ、是が非でも覚えておいて、正解取らなければいけないところかなと思います。で26、27あたりはちょっと苦手な方はいらっしゃると思うので、まあ、それはしょうがないとして、まあ、28は NISA に関してで、まあ、NISA、今、年明けのところでこの話してますが、株価がですね、上昇しているというのは、新しい NISA 制度が反映されているということも報道では言われてますので、まだまだ試験委員の関心は NISA には向くと思うので、まあ、今後も NISA しっかり確認してくださいということで、ちょっとごめんなさい、これで金融は終わりとさせていただきます。続きまして、31からのタックスになります。で、例えばここの問題であれば、まあ、問題31番は正しいものを選ぶ問題ではありますが、まあ、4番見てもらって、超過累進税率のところで 30% が出たときに、もうこれ間違いだよって即答できなければいけないと思うんで、まあ、現行では超過累進税率、最高税率は 45% になってて、まあ、5% から 45% 7段階ですから、まあ、そこはぜひ、是が非でも覚えておかなければいけないところかなというふうに思います。あとは、まあ、問題33の損益通算は、これはほぼ毎回のように出てますから、まあ、損益通算 の、まあ、こういう問題については必ず正解を取っていただきたいというふうに思います。であと今回は問題34が下部控除の問題が出てまして、で以前までは下部控除って2つあって、夫の字を書く下部控除と夫人の夫を書く下部控除2つがありましたが、数年前に、夫の字を使う家父控除が一人親控除になり、ということで、まあ、今回の家父控除、問題の家父控除は女性の方しか使えない家父控除となっていますが、まあ、一つこれ覚えておくと便利なのは、重複適用はできません。できません。なので、まあ、今回は不適切なものを選ぶので、4番はちょっと選べないんですが、まあ、一人親控除と家父控除、女性の、まあ、家父控除しかもうなくなってますが、これは併用はできませんよというのは、もうぜひ覚えておくといいんじゃないかなと思います。あと問題35については、青色申告の特典ということで、で、これはですね、ちょっと確認いただきたいのは、問題35で3番見てほしいんですが、まあ、ちょっと今回、今1月中の収録になってますけども、元旦に能登地方で大きな地震がありました。で地震があったので、今後ですね、雑損失の繰り越し控除の申請をする方が増えるんじゃないかなと。で雑損失の繰り越し控除する方は、例えば会社員の方でもご自宅が、被災した、罹災した方については、これ請求で、こちらは申告できるので、青色申告を受けている方以外でも、一般の方でも受けられますから、そう考えると、問題30はこれだけでですね、3番だという選択ができると思うので、多分この問題作った時には能登の地震はなかったと思うんですが、たまたま、被っただけだと思いますが、まあ、そういうふうに雑損失に関しては青白関係なく事業をしている、あとは一般的な会社員の方でも誰でも受けられるというふうに考えていただければというふうに思います。
あとは問題38は消費税に関する問題で、まあ、昨年10月にインボイスが始まりまして、まあ、そういう意味で言うとまだまだ消費税のところ、まあ、毎回消費税は出てはいますが、消費税のところはですね、是が非でもしっかりやっていただきたいなというところとなります。はい。あとですね、ちょっと先ほど学科試、ごめんなさい、これ先ほど、まあ、今回は同じ問題だから難しいかなと思うのですいません。ちょっと今はいいんですが、まあ、貸借対照表とか損益計算書の、まあ、科目ごとの、例えば、何とか利益は何から何を引いて求めるというところは覚えておくと、で、これ簿記をやってる方だとすごくですね、簡単な問題で、まあ、自分も見てたんですけども、まあ、商標権とか別にそれはどうでもいいなと思いながら見てたら、4番のところで、今回ですね、税引き前当期純利益とありますが、ここの問題にそうならば、営業外収益、営業外費を加算して求めるのはこれ経常利益ですから、これはですね、特別損失、特別利益を、勘案して求めるのが税引き前当期純利益ですから、まあ、そこのところで、まあ、すぐに4番が選べるということで、まあ、この問題がやっぱり出るのは、FP では、会計を学ぶ機会がないので、まあ、ご自身でしっかりやってくださいねというメッセージだと私はいつも思ってますので、まだ会計をやってない方はぜひ、このタイミングでうまくやっていただけたらというふうに思います。で、41以降が不動産ということで、まあ、今回だと例えば43では借地借家法に関する問題、今回ちょっと1問しかないんですけども、まあ、毎回これ出る問題ですし、あとは今回新しくなった電磁的な内容も入ってありますから、まあ、やっぱり新しい内容出てるなというところを確認いただいて、あと44番の都市計画法だと、市街化区域や市街化調整区域の定義はしっかり覚えておかなければいけないところなので、まあ、それはしっかり覚えてくださいねというところでしょうかね。はい。あとは45もですね、これは計算する上では必ず理解しておかなければいけない内容が載ってますので、まあこちらについては1、2、3で答えればいいと思うんですよ。4番のとこまでいかなくても、1、2、3から答えは必ずわかるはずなので、4番までいかなくても答えは出るはずです。で、46が区分所有法ということで、で、まあ、タイミングによっては先ほどあった借地借家法が、回によっては2問出て、こちら区分所有法が出れば、よくあるテキストでも10ページぐらいのところにこの3つの内容固まってますから、そこをやるだけでも10問中3問取れてすごくですね、対策しやすいところだと思うんで、ぜひ、まあ、ここのところも理解いただければなというふうに思います。あとは、まあ、ちょっと不動産はこれでいいかなと思うんで、最後の、相続に移りたいと思います。まあ、相続の場合、最初贈与が始まる、あるのは、いつもの話なんで、まあ、ここら辺のところは一般的な話なので、ぜひ正解取っていただきたいなというところです。で、またですね、今回、ですが、相続時精算課税につきましては、やはり制度改正の観点からちょっとやっぱ出せなかったと思うんですよ。なので、こちら見てもですね、相続時精算についてはどこも触れてませんので、まあ、ですんで、まあ、今回は何も関係ない贈与税の配偶者控除ということになってますので、まあ、今回の場合は、まあ、これですね、まあ、1番がまあ間違ってて、確か20年、婚姻期間20年なければいけませんが、贈与年の1月1日で20年じゃなくて、賞味20年の話なので、まあ、そこら辺が頭に入ってればすぐに、正解は選べたのかなというところなので、まあ、そんな形で、まあ、相続もですね、あとは、56であれば、基礎控除額の計算だから、これ法定相続人がしっかり、できれば、求められれば答えられると思いますし、まあ、相続時精算がなかった関係でですね、取引相場ない株式の評価の問題がこちらでも出ているというところなので、ちょっと財産評価が動産と、また58が不動産ということでありますが、ちょっとこれは57は確か前回とかでも出てたはずなので、ここら辺はぜひできていただきたいなというところで、まあ、珍しいのがまあ問題60、会社法ですかね。会社法ですが、まあ、ここら辺がですね、多分対策してない方も多いと思うので、まあ、これは仕方がないというふうに思います。で、仕方がなくて、じゃあ次回も出るかというと、多分次回は出なくて、まあ、今回どうしても相続時精算の問題を入れられなかったんですよ。だからその、まあ、しわ寄せというか、そちらはこちらに来ただけであって、まあ、これが毎回出るような論点ではありませんので、まあ、今回たまたまということで、まあ、できなくても気にしないでいただければなと思うんで、まあ、一応これで学科試験の簡単な公表というのは終わりとさせていただきまして、まあ、学科試験というのは、ですね、まあ、それなりにやっていただければ30代には必ず行くと思うんですが、どうしても36問というところだとですね、やはりいろんなもう少し工夫した勉強が必要だと思うので、
例えば誤っているところがどこ間違っているのかというのを確認する。でそれを、自分なんかがやっていたことは間違っているも正しい文章にしてそれを何度も何度も読み込む、そういうふうにやっていけば頭に入るのかなということで、そういうふうにやっていけば必ず合格できるので、あとは計算、典型的な計算の問題、例えば金融であれば先ほど投資指標 の計算式とか、あと債券の利回りの計算式とか、これは典型的な問題なので、ここを落とすようではいけないと思うので、こういうところをしっかりですね、対策してやっていただければというふうに思います。ではこれで一応学科の、公表を終わりとさせていただきまして、次、配点予想と同じ順番でいきたいので、まずは FP 協会の、実技試験の公表したいと思います。問題40もあるんで、もう全部見ることは不可能なので、かいつまんでいきたいと思います。第1問は、これはすいません、特に問1は行債問題なので必ず正解取れるようになっていただいて、で問2については、法律も名称変わっているところもあるので、こちらは対策していたと思われますので、ここら辺のところで点数はしっかり稼いでくださいと。で、第2問の金融なんですが、今回金融はですね、あまり面倒な計算がなくてですね、5群の中選べとか、あとは丸×を書けとか、あと今回の場合ですね、NISA の話が出たり、2024年の話も出たりということで、これは確かに考えられる問題だなと。で問い5がですね、こちらが、所有期間利回りの話ですが、学科試験でも債券利回りの計算式やったと思うんで、もし、午前中の学科試験受けた時に債券利回りにちょっと不安があれば、必ず、お昼休みでですね、債券利回りの表を見てもらって必ず暗記する。それをすることによって問い5はこれ2点ですかね、これ2点の配点ではありますが、60点取ればいいところで2点取れるだけでもだいぶ変わってくるので、不明点とか不安なところがあれば、ぜひ昼休みにしっかり確認いただけると良いのかなと思います。ちょっとすいません、金融はこれで終わりとさせていただきまして、次、不動産の第3問です。でこちらですけども、問い7番がそうなんですが、建築面積の最高限度と言ってます。なので延べ床面積とはどこでも言っていないので、これは、結局は容積率じゃない、ごめんなさい、建蔽率を使う問題だなということになりますので、あとはですね、今回、着目いただきたいのは、全面道路の道路幅が3メートルしかありません。3メートルということは、通常4メートルなければいけないところが3メートルなので、セットバックにかかってくるだで、反対には明らかに土地が、建物建てれる土地があるので、中心から2メートル下がったところが、道路境界線ですが、つまり50センチ×20メートル分、つまり10平米ですね。10平米のところが、公土地の面積から、削減されるわけなので、それをやっていけば答えは出るはずです。であとは問い8については、不動産所得の計算、これは丁寧にやっていただければいけると思うので、あとはここのところで元金を経費に、支出は支出ですけども、必要経費には元金部分になりませんから、そこら辺ちょっと気をつけていただければ答えは出るんじゃないかなというふうに思います。問9も、典型的なですね、譲渡取得の計算問題ですから、こちらも正解取ってくださいということで、ちょっとすいません、不動産はこれで終わりとさせていただきます。次です、第4問がリスクで、今回、提案書というのがありますが、結局は保険証券などからですね、読み取ってですね、例えば給付、金額を求めていくような形ということでですね、今回は死亡がないので、典型的なですね、三大疾病の場合で出てくるところは関係ないんですけども、一般的には、例えば三大疾病保険が今回、10年間 の期間ですが、500万あるんで、これ、もちろんこの三大疾病の所定の状態になれば500万出ますが、交通事故で亡くなってもこの500万出ますので、逆に言うと、三大疾病になる前に亡くなってしまったので、もうこれで、保険自体、特約が解消に、これ契約完了になりますけども、そういう形になるので、この問題、やっていただきたいのと、あと最近はやはりどの級でもそうなんですが、奨学短期というのが非常に、トラブルが多いのかからもしれませんけども、奨学短期絡みの問題は多いので、政府と損保では期間もちょっと違うので、損保は2年間、政府は基本的に1年間というふうになってますから、そういう特徴をしっかり掴んでいただければなというふうに思います。ではちょっとすいません、リスクはこれで終わりとさせていただきまして、次がですね、今度はタックスですね、タックス。で、問14が、これも、
毎回出るわけじゃないんですけども、典型的に出るときの計算問題なんですが、まあ、これは、まあ、生命保険料控除の話なので、今回の場合だとですね、契約年、ちょっといやらしいなと思うのが、まあ、ちゃんと下に、速算表があるんでいいんですが、左側の、終身保険は、古い、これですね、旧一般の生命保険料控除が使えるので、10万円以上が5万円。右の終身医療保険は、これが通常介護医療保険料になるので、こちらは8万円まで、ですね、控除が受けられるということで、まあ、あとはその8万の部分を計算すればいいと思うので、7万5120円なので、そこのところを括弧2のところに当てはめながらやっていただければと思うので、まあ、そんなこれ難しくはありませんから、こちら確実に正解取ってくださいと。あ、ごめんなさい、今のリスクの問題でした。これリスクの問題でした。失礼しました。で、第5問が15からです。ごめんなさい。で、こちらのところですが、この所得の計算なんですけども、これ見たときに、資料のところの上に、老齢基礎年金はまあいいんですが、遺族厚生年金で遺族とついてますが、これ障害もそうですし遺族もそうですが、頭に遺族障害がついたら全部非課税になりますから、110万これもうバッテンとかしてもらって無視しなければいけないので、これは考慮しないようにしてください。そうしないと答えがずれますので、まあ、そういうふうにやっていただければなんとか答えは出るんじゃないかなと思います。はい、あとは16はですね、減価償却の計算ですが、これ注意いただきたいのは、ですね、取得は4月1日なんですが、事業のように開始したのが10月1日ですから、この場合、個人の話ですから、歴年単位課税になりますから、9ヶ月を取るのか、3ヶ月を取るのか、どちらかですが、当然これは3ヶ月取らなければいけませんから、取得の日ではなく、使い始めた時からが実際の減価償却に、参入できる、計上できる期間ですから、そこを間違えないようにしていただければと思います。次、第6問の、相続なんですけれども、まあ、ここのとこでは、それほど難しくない、問い19が、まあ、これ不動産でも出てもおかしくないんですが、路線化方式による相続税評価額、ただしこれは、どういう土地かというと、これ宅地なんですが、貸し屋建付地、自分が持っている敷地の上にアパート、マンションを建てて貸しているその、敷地のことを言いますから、計算式を頭に入れておかなければいけない。で、この場合だと4番のところを見ていただくと、308平米の後ろにかけるで、括弧で 1-60%、 これは借地権割合 D があるんで 60% ですが、60×賃貸割合の 30% で、今回入居率が 100% だから借家権割合が 30% で、最後が、賃貸割合が今回何もなく 100% となってますんで、これを使わなければいけないので、まあ、この問題はこれだけでですね、4番ですよね、別に解く必要もないと思うんで、この計算式のところさえ分かっていれば、もう4番が正解だというのはすぐ分かるので、まあ、これは見た瞬間に、正解取らなければいけない問題かなというところとなります。はい、ちょっともうそろそろこれで終わりとさせていただきまして、あとですね、次これから、総合問題になっていきます。で、まず第7問の、キャッシュフロー表のところについては、まあ、ここ、あと、いがありますが、これ典型的な問題、ただ、時間価値を考慮したのは変動率があるので、当然、いの場合だと2年後になるんで、今持っている金融資産が 1% で増えていくという前提でやっていくので、そこをやらなければいけない。で、あのところであれば、大学入学するんですが、基本生活費についてですね、これがちょっとわからないのが、ちょっと資料を読み込まなければいけないんですが、ただ何もなければですね、大学入学しても、ごめんなさい、収入ですから、ただ単に 1% 増やしていけばいいだけなので、これは出るかと思うので、まあ、学費とかそういう教育費とか生活費のところだと、ちょっと今回は関係してくるんですが、そこは関係ないので、まあ、このままやればいいかなと思います。そして、第8問の、係数早め表を使った問題ですが、これ必ず毎回出ます。で、3問出るので、もう出ることも分かっているんで、これ6点取らなければいけないと思ってますんで、6点取れないということは対策してない、傾向も把握しないということになってしまうので、必ずこれ取れるようにしておいていただければと思います。
あとは総合問題が2問続きますが、ちょっと細かいところはやめたいと思うんですけども、FP 協会の場合、必ず後半2問が総合問題で、得点もですね、今回でも100点満点で31点分の配点があるので、これ時間がなくなってですね、慌てて解くよりも、時間をかけてゆっくりした形で書いた方が、解いた方が点数取れると思うんで、まあ、ここの9問と10問は配点が高いので、先にやる。時間かけて丁寧にやる。で、あとは他の問題の計算問題って、大体あっても1問2点ですから、それよりもこちらの方連続問題にもなってますんで、資料の読み取りとかの時間もかかると思うんで、問9、問10を先にやった方がいいんじゃないかなというところなので、そういう観点でですね、ちょっとやっていただくと、まあ協会の実技試験は、合格率高いですし、対策すれば必ず受かる試験ですから、そういう形でですね、確認いただけたらと思います。ではこれで、FP 協会の実技終わりまして、じゃあ最後金財のですね、個人資産相談業務のですね、公表というか、まあ、内容を見ていきたいと思います。でこちらなんですけども、まあ、時間は90分ということなんですが、問題数が少ないので、しっかりやれば時間は間違いなく余ると思います。ただしちょっと配点が、まあ、時間に対しての配点は大きいかなというふうに思ってますので、例えば第1問は今回は年金絡みの問題、まあこれ毎回年金絡みの問題ですが、今回は例えば丸1番に老齢基礎年金の年金額ってあります。まあこれは2023年度額も覚えておかなければいけないところだから、まあ即答できるようになってくださいとか、まあそんなところですね。まあこれただ期間の話もあるんで、満額ではないので、そこら辺のところを考えていかなければいけないので、ちょっと計算をしていかなくちゃいけないところはありますが、必ず満額の金額を覚えながら、あとは今回この方ですね、大学生の時に納付してない部分があったの、納付特例の部分があって、あとはすいません、ちょっと資料全部読み切れていないんですけども、追納してないと書いてあるんで、この場合増えませんので、そういうことを加味しながらですね、確認いただければというふうに思います。あとはですね、問いには丸×問題なので、こちら例えば繰り下げると 0.7% 増えて、繰り上げると 0.4% 一月あたり減るとか、まあ、そういうところは必ず理解しておかなければいけませんし、まあ、ここの年金の増やし方ということで、今回国民年金基金の話があるので、まあ、こちらもですね、確認すべき内容ではあるかなと思うんで、しっかり確認しておいていただければというところになります。次、第2問が金融になってリスクはありませんので、でまあ、ここであるよくある二者間比較の問題ということでですね、でまあ、これは学科の時に申し上げましたけども、まあ、2級の金融では投資指標については必須の知識ですから、まあ、今回のこの実技でも ROE、あるいは PBR、あとは配当成功。で、それ今回3つですが、それにも配当利回りとか、PER とか ROA とか、そういうさまざまなものがありますから、それを覚えておけばここは確実に3箇所取れるはずですですね。あとは今回は、利回り計算が、問い6であって丸1丸2とありますが、ただこれは、最終利回りとかで2年後に売ったとかありますけども、決して難しい計算ではないので、まあこれどんなことがあっても問い6は満点、2箇所両方とも取っていただきたいと思うんで、まあ、結局そうすると、学科でも債券利回り出るし、これも出てるし、で先ほど3級もちょっと見てたんですけど、3級でも出てるので、やっぱり債券利回りは必須なのかなというところなんで、これはしっかり覚えていただきたいところとなります。次、第3問のタックスなんですが、今回の場合だとですね、雑所得、総所得を求めるのが今回のこれ山だと思います。でも雑所得については今回だとですね、個人年金の、収入とかですね、まあ、退職金は関係ないのでそこら辺だと思うんで、ポイントさえつかめていれば難しくないはずなので、ただ総所得の場合だと給与収入があるので、それを給与所得に変えなければいけないと。で今回の場合だと上限達しているはずなので、190万しか使えないとかという話になってくると思うので、今回それないですよね、資料上ないので、まあ、そういうところが絡んでくるので、ごめんなさい、給与所得も書いてありますからね、もういらないので、そういうような形になるかと思うんで、まあ、ここのところも、しっかり、まあ、総所得、が求まっていればもう全く問題ないかなというふうには思います。あとはですね、所得控除のところが問い9あるんで、ここも、なんとか埋めていただければなと思うんで、特に基礎控除なんかはですね、他の9とかでも今回よく出てましたが、今基礎控除は基本48万。で、それが2400万超えるごとに50万ごとに16万下がっていって、2500万超えてしまうとゼロという関係があるんで、必ずこれですね、覚えておいていただければと思います。
で次がですね、不動産になりますが、まあ、今回、まあ、図を見たら、ああ、これだとやっぱり、全面道路福井宣言、容積率であれば全面道路福井宣言だなと。あとは憲兵率であれば、今回は防火規制が準防火で、近隣商業で、あとは今回問題の問い10の冒頭で耐火建築を建てるので、まあ、これで考えられることは、まあ、こちら、高土地は、憲兵率は制限のない 100%、あと容積率はですね、今回全面道路7メートルを取るので、あと7メートルをかける6だから420%と300%。7642 420と 300% だから指定容積率の 300% を使うしかないと、まあ、それだけでもう問い中は答えられると思いますし、あとはまあちょっと面倒なのは問い中の定期借地権方式のところの有効活用で、ただこれ丸×なので、まあ、なんとか分からなくてもどっちか埋めてもらえればというふうに思うので、ちょっと今回だとですね、定期借地権に偏った形になっているので、もしかするとそれがうまくできてなかった方は問い中の4点しか取れないかもしれないんですが、まあ、とりあえず他のところで取ればいいと思うんで、まあ、ただちょっとこういう偏りすぎかなという気は個人的にはします。第5問の相続なんですが、まあ、また遺言のところの遺言書保管制度とかですね、そういうところがまた絡んでくるんで、まあ、ここは受験生であればしっかりやっているところだと思いますし、まあ、問14の問題、これは今2級では典型的なですね、相続税の総額を求める問題なので、まあ、この場合はですね、相続税法上の法定相続人で、求めていくということで、ただ遺産にかかる基礎遺産総額ももう1億4000万と出ているので、まあ、あとは控除額、法定相続人何人か、まあ、3000万プラス600万かける法定相続分で求めていけばいいということなので、まあ、そういうふうにやっていけば出るんじゃないかなという気がするんで、まあ、これにしっかり埋めていただき、あとはまあ問15についてもですね、各種、まあ、例えば遺留分の話とか、配偶者に対する税額軽減の話とか、あとは小規模宅地の話とか、まあ、ここも典型的なところだと思うんで、不動産の定期借地権とかうまくいかなくても、相続でこちらでリカバーすればもう十分だと思うので、まあ、若干あの問題数が少なく、やはり偏りがあるのが、こちらの金財の個人資産相談業務ということで、まあ、こういう偏りがあると合格率が下がることもあるんですが、まあ、典型的なところをしっかりやっておればですね、合格点には達すると思いますので、まあこういう形でですね、まあ、金財の問題はこういう形なんだというのを理解いただけたらというふうに思います。はい。では、時間になりましたので、こちらで今回公表は終わりとなりますけども、今日、まあ、配点予想をさせていただいてますが、まあ、レックのホームページでもですね、答えを入れていくだけで、点数が何点というのが出る、ところもありますから、まあ、興味がある方はそちら触っていただいてですね、自分の答えを入れながらですね、何点か。まあ、ちょっと私が読み上げた時だと、ちょっと聞き取れなかったというところがあると思うんで、それやっていただければ、点数が何点かとは出ます。ただ、ちょっと、結果については責任持てませんけども、ズレはそれほど大きくないと思うので、参考にしていただければと思います。はい、では、今日はこれで終わりとさせていただきます。受けられた皆様、お疲れ様でした。